今日ピッチ大雨でしたけれども、ピッチに立っていてやりにくさなどどのように感じてましたか？いや、まあ別に水が溜まるような状況ではなかったので、まあ、やりにくさはそんなになかったです。先制点を決めましたけれども、今季初ゴールとなりました。振り返っていかがですか？まあいいところにボールが落ちてくれたんで、まあ試合自体勝ちきれなかったので、そこは悔しいですね。やっぱりその勝ちきれないというところで、まあ、そろそろ勝利が欲しいところだと思いますが、まあ、どこのチームも必死になって、まあ、勝ち点を積み上げようとしていると思うんですけど、まあ、そういった中でまあ、どうにかして、まあ、踏ん張って勝ち点3っていうのをやっぱり取りたいなっていうふうに思ってます。まあ、その踏ん張りというところでは特にどういうところが必要になりますか？まあ、うちの場合失点するとやっぱり、きついので、まあ、最低でも1点に収めて、まあ、攻撃の方で、まあ、2点取って勝つっていうのが、理想ではあると思うんで、まあ、まずはディフェンスの部分でしっかり踏ん張ることですね。次はホーム2試合続きます。ホームでのサポーターの声援というのもすごく大きくなってきていると思うんですが、まあ、ここで勝ち点3っていうのが取れれば大きいと思うんで、まずは次の試合っていうのを集中して戦いたいと思います。はい。